はようございます、こんにちは、こんばんは、東風です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。さあ今日はですね、何をやっていくかっていったお話なんですけれども、背景でねダラダラと流れ続けていると思いますが、1日1回10連ガチャ合計150連引き終わりました、そちらのね星5排出率から今回のねこの1日1回10連ガチャ何パーセントだったんだろうっていうことを考察していきたいと思います。まあね途中からはですねもう動画じゃなくてスクショ、もう10連のスクショになっちゃってるんですけれども、私のねまあ後付け解説じゃないですけれども、そちらと一緒にねご視聴いただければと思います。ってことで早速やっていきましょう。ですね、ちなみにまあ試行回数が150回あるので一つ以上当たる確率っていうものをねそれぞれ出していきたいと思います。試行回数150回ですね回した場合、もしも仮に出現確率が 10% だった場合ですね、99.999999999% の確率で、1体以上星5が出ます。はい、そうやって考えたらですね、やっぱり10連って違った確率 10% ってすごいんだなって思いますよね。まあ皆さんはねちょっといくつ出たのかちょっとわからないんですけれども、私ね私のあくまでも今回は個数でいかせていただきますので、やっていきましょう。ちなみにですね 10% の場合 99.99% の確率で、まあ、1人以上出ると、じゃあ 7% だとどうだろうっていうことですよね。まあこちら 7% の場合ですね、こちらもなんと1つ以上当たる確率は 99.99% もあるんですよね。ちなみに 7% の場合だったらですね、5つ以上当たる確率なんかも150連するとですねかなり高くてですね、もう 90% ぐらい、あるわけですよ。すごいことですよねこれって。7% の場合、150連ですね、150連して、5個以上出る確率っていうものはちなみにですね 98.20% と、すごいことですね。ちなみにじゃあこれが10個以上になると 60.93% と、それでも 60% もね出るんですよね。さあそれではですね 5% で考えていってみましょう。 5% の場合150連やってで1つ以上当たる確率っていうものが 99.95% になっております。 99.95% の確率で150連回すと 5%、出ると。 5% って結構高いんですね。全然出ないようなイメージもあるんですが、ちなみに出現確率 5% の場合150連回して3個以上出る確率も 98.18% と、かなりこちらも高いですよね。まあ、ほぼほぼ1回引いて 2% を引き当てるのと同じぐらいの確率で 5% だったら150連したら3体以上出てくると。これはやっぱ高いのかなと、個人的には思います。さあ、それではですね、こっから少しずつ下げていってみましょう。今回じゃあ 4% だったらどうだったのかなと。最終的にね 4% だったらどうなのかといったところ、1つ以上当たる確率はそれでも 99.78% もあります。 4% だった場合ですね。ちなみに 4% だった場合で3体以上当たる確率というものは 94.16%、まあ、ほぼほぼ間違いなくね出現確率 4% で150連回したら3体出てくると。すごいですよね。ちなみに 4% の場合ですね、150連回すと、5個以上出る確率は 72% とね、結構ここでがっつり下がってくるかなと。まあそれでも 70% ってかなり高いんですけどね。まあそれでも 70% はもう外れても仕方ない領域にね入ってきてしまっているのかなと思います。それではね、まだまだ下げていきましょう。次 3% ではどうでしょうか。1つ以上当たる確率いまだに 98.96% とかなり高いんですよね。いつまでたっても下がりきらないと。ちなみに 3% の場合3個以上出る確率は 83% まで下がってしまいます。5人に1人の方は、3% の場合は3個以上出ない形ですね。まあ、1個以上出る確率は 98.96%、まあ、約 99% なので100人に1人だけ、まあ、1つも出ないと 3% の場合ですね。さあまだまだ下げていきましょう。 2% の場合だとどうなのか。
2% の場合150連以上して1つ以上当たる確率は 95.17% と、まだまだ高いですよこれは。 2% の場合3個以上当たる確率は 57% と、もうかなり低いんですが、それでもね1個当たる確率は 95.17 と、 95% でね、まあ1個以上当たるんですね。さあじゃあそれでは出現確率 1% だったらどうでしょうか。 2% と 1% の間大きな差があります。 2% でしたら1つ以上当たる確率が 95%、 95% に対し 1% だと 77% まで下がります。 78% ですね。出現確率 1% の場合は、まあ、1つ以上150連して当たる確率が 77.85%、 2個以上当たる確率は 44%、 3個以上当たる確率が 19.05% とかなり下がっております。2% の場合だと3個以上がね 58%、 そして2個以上が 80% とかなり確率が高いんですが、 1% とね 2% の間で、まあ、かなり差がある形となりました。まあさすがにね、出現確率 1% を割ることはないと信じたいので、今回のね、ガチャの結果を踏まえて、この確率のね計算も踏まえて考えた場合ですね、今回のガチャ排出確率は 1% です。はい、私はね 1% かなと思いました。うん、ためにためた結果ですね。というのもですね、私150連してなんと星5一人も出ませんでした。はい、もしもね 2% なのだとしたらかなりの確率で出るんですよね。 95% の確率で1体以上出るって考えたら、まあこれは 1% だろうと。 1% だったらね 77% なので、まあ1人も出ないのもね、全然まあ77ってありえる数字なので、それ以下に設定されているとはちょっと思えないんですよね。さすがにサカツクの運営だからといって、さすがにそれはないだろうと、いうところで、今回の確率はね、おそらく、まあ、1%、まあ、多くても 2% だったんじゃないかなと。3% までいくともう 99% で1つ出ちゃいますので、まあ、1% ぐらいがね、今回の確率的には妥当だったのかなと思います。まあサカツク自体がね、もともとそんなに排出確率が高いゲームでもないですし、初期の頃からねだいぶ改善されてきたとはいえ、まあこういうね結構無料ガチャとかで、あんまり星5をばらまくタイプのね運営ではないので、まあ、全然不思議ではないんですけれどもね、星52体以上来た方なんかはね本当におめでとうございます。すごいね引き良かったんじゃないかなと。やっぱりねネットで見てみても150連して星50体だったよって方ちらほらっていうか、まあいらっしゃいまして、出たの1人とかね2人の方3人の方の方が珍しいぐらいの勢いだったので、まあね150連して星5を手に入れるというよりはですね、まあ金コインはないか、銀コイン銅コインを集めてね売るとか、まあインターナショナルカップでねまだクリアしてない方の素材にするとか、まあ、素材というかねスタメンにするとか、そんなような感じのね目的のガチャだったんじゃないかなと思います。やっぱりですねもう最後の方スクショばっかりになってきてて、なんでかって言ったらですね、出ないからちょっとね一個一個めくるのもイライラしちゃったんですよね。正直ね。ってことでですね、今回の1周年記念のフリースカウト、1周年記念とはいえどもですね、まあ銀コイン銅コイン手に入ったからいいかなと、まあ期待してなかったといえば嘘になるんですけれども、まあね他の方で、まあ、飯とかも来てくれてますので、まあ、救われたっちゃ救われたのかなとそちらでね思います。ってことでですね、まあ皆さんがね一体何体星5引いたのかとても気になるところではあるんですが、やっぱりですね先ほども言った通り、まあ、かなり確率としては低いんじゃないかなと。もう結構まとめサイトとかでも、これはもう銀コイン銅コイン用だみたいなね感覚で割り切ってる方も多かったので、途中からはね、私もそんな感じで割り切ってすることができました。ってことでですね、まあね、もしかしたら私の運がね、その 0.01% とか 0.1% を引いたっていうね、奇跡かもしれないので、まあ言い切ることはできないんですけれどもね、まあ150連の結果、こんな感じだったのではないかなと考察してみました。皆様のところにはね、一人でもいいので、星5の選手が来ていることを祈っております。ってことで、
ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフを祈っております。まあね、星5、まあ、0体だったんですけれどもね、次来た時はね、まあ、せめて一人は、150連あったんでね、せめて一人は弾けるように、祈ってね、弾いていきたいと思います。ってことで、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。